内藤ルナさんの対バンツアー、はい、トゥリールナサイドツアーの見どころ3選、2つ目は何でしょうか。2つ目はセットリストでーす。どうぞ解説を。はい、セットリストが見どころという解説を。はい、そうですね、まあツアーをさせていただくということでね、今回もいろいろな曲を歌うんですけど、まあなんて言うんだろう、ちょっとすぐネタバレマンなのでネタバレしちゃいがちなので気をつけつついきたいと思うんですけど、でも皆さんがね盛り上がれる熱くなれる曲ももちろんだし、あ、この曲もあるのかって曲ももしかしたらあるかもしれません。それとあとはこうアイドルさんとバンドさんと対バンさせていただきますので、こうその日にしか見れないようなやつもやっちゃおうかなと思っております。セットリストはどうやって決めてるんですか？結構もともとセトリ考えるの好きだったりもしてたんですけど、こう一つはまあ、みんなが、ね、今もうそろそろ聞きたいんじゃないかなっていうのを考えたりとか、あとはちょっと予想外な感じにもしたかったりもするので、えっこの曲次に来るのみたいな感じのセットリとか、こう驚ける感じのもう考えてます。いつも2部はこうバンドさんと一緒に生バンドでやらせていただくので、ちょっとそれを考えたセットリストで、1部はアイドルさんと会話させていただくので、こうちょっとそっちに寄せたではないけど、そういうアイドルさんが好きな方もこう分かりやすく楽しんでいただけるようなセットリストにしてます。なるほど、やっぱこれ買った方行くとかはもったいないですね。両方見た方が面白いんだろうなっていうのはすごく感じますね。確かにそうですね、はい、本当に。内藤さんはちなみにその、はい、まあ、お客さんをお客さんとしてライブとかって行くときって、はい、ペンライトを振って振りコピをしたりするのか、後方、はい、で腕組みをして見てるのか、どっちなんですかっていうのが今中野ブレインからの質問が来ました。後方で腕組んで見てますって言ってもあれだけど、私結構物に知ってる曲とかダンスを覚えてる曲とか聞いたらめちゃめちゃ踊ります。 あと推しとかから見て一番いい状態、なんかありがたい状態とか、になれたらいいなと思ってるんで、声出してって言ったらうわーって声出すし、なんかキャーっていう雰囲気になりそうなとこ来たらキャーってめっちゃ叫びます。なるほど、はい、そう。あと内藤さんって、はい、アオルーじゃないですか。はい、アオルー、アオルじゃないですか、はい、結構パフォーマンスとして、はい、あれもちょっと僕え注目は、それ正直内藤さんのソロになってからのちょっとライブがまだ見えたことがないっていうのがあったりもするんで、そこら辺の煽りとかで乗ってきてほしいとかっていうのとかも、お客さんに何かリクエストがあったら、うん、今のうちに言ってた方がいいんじゃないですか。そうですね、私結構煽っちゃうんですよ。だいぶたくさん皆さんのこと煽っちゃうんですけど、でも結構それぞれの楽しみ方があるっていうのを前提で強制的にこう踊らしちゃったりすることも多いんですけど、ちゃんとねこうしっかり見たいんだなっていうのも理解してるので、本当たくさんおるけど皆さんそれぞれの楽しみ方でライブは見ていただけたら嬉しいなと思ってます。あともう一個だけこれも聞きたかったんですけども、内藤さんずっと、まあ、グループでの活動、はい、今も、まあ、ナミエジュ・シャツメもグループでの活動をしている中で、まあ、ソロとして始まったじゃないですか、うん、どうですか、グループでやってみるところとソロとのこう違いというか、さっきの煽るタイミングとかもいろいろと難しいとは思うんですけれども、そこら辺のなんかこう差とか、ここがソロならではだから見てほしいみたいなところがあったらぜひ。うん、確かに結構その何人かで歌ってた曲とかを一人で歌ってたりすると、こうちょっとどうしてもなんて言うんだろう、掛け合いの部分とかもあったりするので、そういう時に結構曲をね知ってくださってるファンの方はすごい歌ってくださったりするんですよ。で、私が煽ってる時も歌が煽るから歌えないじゃないですか。その時もすごい歌ってくださるので、こう歌ってねっていうわけではなく、ファンの方がすごい歌って盛り上げてくださってるっていうライブ自体もすごくこう見てても多分楽しいだろうし、参加したらもっと楽しいと思うので、結構みんなでね作り上げてるっていうのはそこでは
すごい強いんじゃないかなと思うので、そこら辺も皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、ありがとうございます、はい、ソロの、ね、内藤さんというところもね、まあ、初めて見る方もいらっしゃると思うので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、ね、ということで内藤瑠奈さんの台湾ツアー、フリースタイルツアーの見どころ3選、2つ目はセットリストでございました。イエイ。